トイレボールは、トイレにて使用される、方向剤、または洗浄剤の一種で、別名便所ボールとも呼ばれる。トイレボールの代表的なものはパラジクロロベンゼンが、主成分の球体の薬剤で、蛍光ピンク、蛍光イエロー、蛍光グリーンなどの色がある。この薬剤は、パラジクロロベンゼンの他に、香料や洗浄剤などが入っており、便器排水管への尿石付着防止、防臭や、 消臭の役目を果たす。トイレの壁に吊るされるもの、男性用小便器に直接投入されるものがあり、小便器に投入されるものは、男性の放尿時の目標にされやすく、動かすことを目的としたり、割ることを目的とする人が多い。薬剤供給装置サニタイザーが設置された大便器細菌では、パラジクロロベンゼンの有毒性から排除の動きが活発になっていたり、 これに代わるものとして、サニタイザーと呼ばれる薬剤供給装置を男性用トイレでは小便器に、女性用トイレでは和式、洋式大便器への給水管に組み込み設置され、便器に尿石防止の洗浄薬剤を供給して尿石付着を防止したトイレが増えたり、尿が流れやすい便器が普及するなどの理由で、傾向のボールは見かけることが少なくなってきている。ただし、 パラジクロロベンゼンは通常の使用の範囲では人への健康被害の根拠は示されておらず空気中では数ヶ月間で無害化されるため閉鎖的なトイレで極端な吸引をしなければ危険性は少ないとも言える。ありがとうございます。